香港チャンネル。はい、香港でございます。今日は私のね、一番最初のロケだったかな。はい。ね、はい、あの先生と行かせてもらいました。東海大学の山田先生でございます。よろしくお願いします。海洋のことはもう山田ありとね。ありがとうございます。海だか海だにした方がよろしい。山ってね。いや、香港さんがサーファーだと言うんで私の憧れの香港で。いえいえ。一緒にあの、対馬のロケに。はいはい、行かしてもらって、本当にそれで、やっぱりおかしいなと。はい、あの、自衛隊が見えるね。はい、あの、はい、あの展望台ね。はい、展望台。展望台から自衛隊の基地丸見え。そうそうそう、双眼鏡でね、はい、ほんで書いてあるんですけどね、はい、一応自衛隊は見ないでください。見えるっちゃ。あそこ、韓国が作ったらしいですよね、あの展望台。あの、もともとは韓国、結局日本がちゃんと管理しなきゃいかんっていうことになって、はい、日本もやってるんですけど、はい、まあ、丸々国自衛隊の基地が覗き込めて、はい、あれないんですよね。あれはないし、あの時不愉快なことに地図にあいつら勝手に竹島を韓国領で書いてやる。そう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 、はい、そうですよ。僕もあの韓国の、ソウル大使館の前の慰安婦像行った時に、はい、学生の子にインタビューしてた時に、はいはい、後ろで横断幕をね畳んでるんですよ、はい、で何やと、ほんでパク先生に聞いたら、なんでなんですかって言った。あれ、ドクターは、ドクターは我が国の領土って書いてあるからって、ちょっと待てよって言ってきましたもん。なんで書いたのって言うたら、はいはい、いやいやこれはって言って、はい、ごまかしてばって。ちょうどあの頃は本当に対馬が韓国人だらけで、はいはい、あの香港さん、パク先生と船で対馬入ってた。そうですよ、僕らあの、はい、プサン行って、はい、で、プサンの韓国領事館の、はいはい、慰安婦像の前からロケが始まって、はいはい、で先生とか東の森は、はいはい、あれでしょ、はい、博多で酒飲んでから行ってたんですけど。そうですよ、はい、僕プサンでパク先生と口論になって、はいはいはい、ほんでこっちが来て、はい、ほんで対馬で合流してって、もうおかしい。仏像をね、はい、仏像に包まれて返してくれないの、はい、あの寺も行きましたよね。行きました。それでそんなんで、で今のその日本の海洋国じゃないですか、日本は、はい、今の日本の位置づけっていうのと、あのこの間尖閣の方に行かれましたよね、はいはいはい、先生はその尖閣に行った船は何の船なんですか。あの尖閣に行った船はですね、これあの実は東海大学、私の勤めてる東海大学の持ってるあの調査研修船、はい、で実はあのこの船2000トンの船なんですね。180人くらいまで乗れるんですよ。結構でかいですね。でかいんですよ。であの客船の資格を持って、国際客船の資格を持ってるんですね、で日本国籍の国際客船って実は7隻しかなくて、あとはあの商船三井とか、あの日本郵船アスカ2とか、あの日本丸とかなんですけど、そういうその企業が持ってる、はい、であの本当に調査に使える、かつ調査に使える船っていうと実は日本に5隻までしかないんです。あ、1隻、2隻なんです。あのなので今回あの1月に行ったんですが、はい、あの調査をして、しかも中山、石垣市の中山市をはじめ、はい、地元の人たちを乗せて島を見せたい。そうするとなかなかですね、あのよくあの漁船を、まあ、漁民見らないとか言って、はい、あの行く方いらっしゃるんですけど、はい、それは、まあ、海上保安庁的にはあの NG なんですね、ダメなんですね。それはあの奇弁だと、はい、本当の漁師じゃなければ本当に行くことはできないんです、はい、でこの船だとみんなお客さんになってて、国際客船 の, あの要はツアーで、ツアー、まあ、クルージング、クルージング扱いできるんです、はいはい、なので安全、あのそれはあのライフジャケットとか安全整備をあの全部装備をしてる、はい、装備も全部あるんで、それでこの防船まで行きました。で、そもそもその船は、海洋調査というのは何をする、専門的には。これ実はありとあらゆる海洋調査ができるようになっていて、はい、あの船の下には海底面を全部あの調査できるようなマルチナノビームというのがついていて、はい、凹凸まで全部出てくるんですよ。機械というか、はい、レーダーみたいな探知すると、はいはい、日本沈没で海底地形をこう、あれを船リアルタイムで我々やるんです。あれは潜ったじゃないですかね、はいはい、あれを全部船から見ていって、はい、あの実は12月に沖ノ鳥島って一番南の島に行ったんですけど、はい、それも私も行ったんですけど、もう綺麗に海底が、そうすると海図と本当の地形が若干違ってるのが分かると思います。あ、
ライブの方が本物で、はい、海図はちょっと狂ってる、はい、それは地形が変わったから地形が変わっちゃうんです。 崩壊したり、やっぱ海底火山の影響出てたり、地震の影響で崩れ出てたり、はい、そういうのがいろいろ変わるので、そういうこともできますし、あるいはプランクトンの調査もできますし、はい、あと基本的に海水のデータの調査もできると。なるほどね。まあ、そうなんで、ほんでそういうふうな、調査できる船で、はい、尖閣に、はい、その漁民の方とか市長とか乗せて、はい、尖閣を見に行ったんですか。あの尖閣のですね、海洋調査、はい、これ海洋環境調査って基本的に海水のデータを取って、はい、海水の中の成分ですね、よく尖閣諸島ヤギがいっぱいいて、はい、増えちゃって、はい、どんどん木の芽を食べて、はい、尖閣諸島どんどん崩壊してるんですよ。害虫みたいなね、はいはいはい、そうすると、あの海にどれだけ栄養塩っていうんですけども、要は陸地の、はい、から海にどれだけのものが流れてるのかを海水出ると、はい、そうすると成分で分かると、はい、で、あの尖閣の周辺がですね、そうすると陸から流れてくるミネラル、その栄養塩、はい、ミネラルがですね、はい、石垣の周辺より多かったんですよ。あ、それね、あんまりね、こう言うたらもう、あそこに、まあ、中国からバーって漁場やって言うて来ますせ。あそこすごい漁場なんでしょ。あ、はい、あの漁場なんですけどね、なかなか、あの赤町という高級魚、はい、スジアラ、あの比較的高級魚がいるのと、実は尖閣よりちょっとあの北西側はですね、クロマグロの産卵場なんですよ。ああ、それ今日本は台湾に認めてあげて、はい、その代わり台湾は一切尖閣諸島の領有権を公的には言ってないんですよ。はあ、なるほど。じゃあそういう駆け引きがあって、ほんで海洋調査やっていう名目じゃないと尖閣に近づけない。そうなんです。この日本の、はい、あのイライラしますでしょ。なんとも、なんとも納得しがたい、この海洋調査だけでも私5年かかったんですから。え、政府にいいよやって、海上保安庁が守るっていう確認を取ったのが5年。5年って安倍政権ですか。安倍政権です。安倍さんやったらすぐ行けって言わなかったんですか。あの面白いねで5年止まりました。なあ、そこはね、やっぱり駆け引きがあるかも分からへんけども、はい、やっぱり、いや、調査やねんからって、逆手にね、取って、ほんで、先生方はね、正義の味方とかでもよく言われるのが、はい、ああいうの海洋調査、はい、で、国際的な、はい、学者を入れて、はい、で、ビザを切ったら、はい、ここは領土やで、はい、なるやないかって、はい、高橋先生もね、はい、おっしゃってました。はい、そういうやり方とか、なんでやらないんですか。そういうことに一番嫌がるのは中国じゃないですか。はい。まっとうにやると。それを中国の息のかかったお役人さんとか政治家の方っていうのがいるのは否めない。 ある国会議員の方というのは、あいつら、あの中国は本当にえげつないんだと、今も人質取られてるわけですよ、はい、スパイ容疑と言われてですね、はい、いつでもあの国死刑にされちゃうじゃないですか。そうですね。その脅しがどうも外務省は裁ききれてない。これね、じゃあそういうのがもうずっとあるから、絶対こっちが言えないんちゃいますか、はい、もうそういう流れに持ち込まれちゃったわけですね、はい、だから私、このコロナのチャンスに、チャンスって言ったら問題あるかもしれないですけど、コロナの機会に一回切っちゃうと、はい、線を、はい、これロシアもそうじゃないですか。一回あの悪いつながりを切ってしまって、再スタートの時期を待つべき、その今そのタイミングだと思ってるんですけど。でもその経済制裁をしたりとか、経済的に、断行してもうたら、はい、あのやっぱり行き詰まっていく企業があるっていう方々もいてるじゃないですか、はいはい、言うて、はい、じゃあそこをやっぱり政治判断とか政治力でうまいことちゃんとやっていかなあかんと、はい、いうところでしょ、はいはい、でもこれ日本の国会議員の方々、それ足並み揃わないじゃないですか、はい、あのそれでもようやくですね、今年あの海洋調査5年待ったのができたのは、はい、あの中国との距離が少し空いてる、これをコロナで開けることができたので、はい、さあ今やっちゃおうと。でもあの国はですね、はい、それでもあの国は、いや政府としてはやれない、石垣氏がやることで、あのお前考えて、法的に国際法を考えても何の問題もない状況を作るのは、あとは海上保安庁は守ってあげると。実際には海上保安庁かなり真剣に守ってくれましたけど、でもそれも政府があの政府の調査として行くっていうのが、なんであかん、そこは地方のね、はい、沖縄県の石垣市の一つのね、これがイライラです。あの本当にそれ見えないところで、あの安倍政権ですら動かなかったんですよ。でもなんで岸田政権で動いたんですか。あの
記者体験だから動いちゃった。え、どういうことなんですかそれ。もうこういうことはあれですけど、解放にもスパイがいると、警察、あの自衛隊の中にもスパイは入ってる、なので漏れてはいけない、外務省にもスパイがいる、だから海上保安庁長官に話をして、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。